岩井圭一郎は、埼玉県秩父市出身のプロフライフィッシャー。大和モーリスフィールドテスター。フライフィッシングの世界を日本に広めるため、日本の急な山岳経流でもドラッグフリーで流れる、ためのロングティペットリーダーという技術を広げた。また、里見衛星らと水中用人夫フィッシングを分かり、安くするため、ルースニングという浮きをつけた情報も開発している。 一年の活動としては、フライフィッシングスクールやビデオに出演し、岩井モデルといわれる、ロット、フィッシングベスト、フックなどをメーカーと提携し販売し、プロとして活躍している。岩井圭一郎が広めた、フライフィッシングの情報、およびその釣りのラインシステムを指す。主に、ドライフライの釣りで用いられ、フライが自然に流れるスタイルと時間が長いほど、魚が違和感なく、 フライに食いついてくる習性を考慮し、フライフィッシングでハリスとなるティペットの部分を長く取り、本物の水性昆虫が水面上を流れるスタイルを演出する。特に標高差のある複雑な流れの日本の渓流や、魚がフライに神経質になっている状況、中流域での流れの向こう側を釣る際にはその効果を遺憾なく発揮する。ただそのスタイル専用の竿は柔らかめであり、 キャスティングに多少の熟練が必要なのと、細いティッペット部分が長い分、ライントラブルにもなりやすく、使いこなすには、ある程度の技量が必要となってくる。ありがとうございます。